よーしよーし。あら、はじめまして。私の名前は国陽ニグラスで、改めて皆さん、ちょっと左下、のえちゃん来てちょ、こちらなんだと言いますと、あの2月18日にね、安眠配信をします。あの皆様の寝室にね、ちょっとお邪魔するという体で、はい、皆様の寝室の紹介をねしたいと思っております。あのホロメンがよくやってるお部屋紹介だね。まあ、配信で映ると著作権的にちょっと厳しいかなってやつはモザイクをかけてくれると嬉しいんですけれど、あとはなんか全裸でさ、写真撮ってさ、写り込みでさ、なんか写ってるみたいな本当にやめてください。本当に終わるんで、お願いします、やめてください。せめて服着たり、あとなんかそんなちょっと配信で載せれねえようなもの、あの寝室に転がってたら、あのモザイクかけてもちょっとやばいんで、それはねちょっと除外して、あの黒塗りとかでいいんで、それモザイクじゃなくて黒塗りとか白塗りとかしてね、完全に隠してください、お願いします。なんかありそうじゃない、みんな全裸とかで過ごしてそうだもん偏見か。いや、まあ皆さんちゃんとね、あの服着てると思うけど、一部全裸界隈ではやっぱ全裸になることがもうほんと私服みたいな人もいる。家ではもうパンイチで過ごしてますとか、なんならパンツも履いてませんみたいな人がいて、それがさ、反射でね、どこで反射してるかマジでわからんから、見落としあると思うから、本当にお願いします。本当にそうなのよ、本当に怖い。え、スバちゃんって履いてないの？え、待って、コメントちょっと待って、え、どういうこと？え、詳しくえ、なに？え、詳しく、え、なに、ちょ、誰さんだっけ？ちょっと待って、え、待って、どこ行った？どこ行った？スバちゃんですら履いてないって言った人、ちょっと待って、あ、消えてた。待って、誰だっけ？何さんだっけ？ちょっとえ、どこ行った？え、なんかスバちゃんすら履いてないからな、みたいに書いてた人いたのに。あ、フクラブ、あ、切り抜き、あ、見たことあるわ。あ、なんか見たことある。あ、なんだ。あれね、なんかミオシャとかで、なんかなんだっけ、ノーパン健康法みたいな話ってこと？なんだ、ノーパン健康、違う、びっくりした。全裸で過ごしてるのかと思った。え、でもノーパン健康法は団長もさ、一時期やってた。そう、一時期やってて、でも団長が、前にも配信で、言ってたけど、なんか団長ほんと最近というか、まあ、ここ最近というよりも1年前ぐらいから物忘れひどくて、なんかズボンを履き忘れたりするんよ。トイレ。トイレ、そう、おトイレ行って、で、ズボンを履き忘れたりとか、なんかある日、そう、ノーパン健康法をしてた時にさ、あのズボン、あのトイレに置き忘れるやんか。で、なんかマジでノーパンで、パンツもズボンも履いてないっていう時期があって、あれ履いとらんみたいな、えってなった時があって、あれ団長、丸出しやんってなった時に、いや、これよくない、怖いなと思って。で、本当にマックスで疲れてる時とか。もう少し遊べると思ったのですが、あなたでは私の遊び相手にすらなれないのですね。あ、もう行っていいですよ。あなたの代わりなんていくらでもいますので、さようなら、ゴミクズさん。